生地、ほっぺの生地。ちぎりパンは？ちぎりパン。OK。では、お買い物に行こう。正直もう強力小麦か、ドライイースト一応あるの、あ、これでいいやん、安くない？142円ってこれでいいか、かわいい、超かわいい、これもすごい美味しそう、美味しそうやな、こっちも美味しそう、激辛マニア、ここ美味しそう、今日のお昼ご飯のカートのチビだ、よろしく、じゃじゃん、というわけでお買い物から帰ってきました。クリームチーズが200円、安かったな、これお昼ご飯はじゃらん、夏やなちみやなに担当、カメラって担当、一人こんなもんだ、いや待って、キュウリ食べていい？ダメ、ちっちゃい頃はカッパって呼ばれるね、だから食べていい？ダメ、わかった、カニカマほぐす係するよ、君は手で洗わない、いいで洗ってきた、ダメだいいで洗ってきたよ、ダメだ、手を洗わないとここの食がクビになるからな、そこちら、はい、キレイキレイ使った、使った、嘘つけこんな感じで細めに切って、お皿がない、食べていいの、あー食べたい、あー、うん、うまい、夏のトマトの味や、冬のトマトってなんかザラザラするやん、あ、こないにしみる、いいですね、ま、何やってんだ、いりますいっかけやん新しいの、ほら見て、見て見て、今から一人いける？ちょっと YouTube の方は撮影禁止ですか？そうなのよ。ああなるほど、じゃあ私が食べてるとこだけっていうのは、あ、ちょっとね周りのお客さんがね嫌がるからね、ダメなんだよね、ごめんなさいね。え、グラム測られるの？そうだ。なんで？平等じゃん。もうここに筋トレトレーニーのあれが出ましたね。美味しそう。いただきます。うん。うん。うん。美味しい。見て。チキンみたい。お塩かけた、これ、うん、普通のお塩、うん、美味しいやつ、めっちゃ美味しいよ、このお塩、俺の汗でつくもうジムでハーッってボトルにカッて、本当だ、しかもご飯食べたらしいね、今日はまずクッペの生地と甘いパンを作ります。
材料は強力粉、小麦粉、バター、ドライイーストと、これはクッペ用にいりごまのクルと甘いパン用にアイスキャラメルオレ、あ、また後で飲む、なと、あとはお塩とお砂糖、ぬるま湯が必要です。まずはボウルを用意します。まず強力粉は 280g、 小麦粉を 120g 入れます。じゃあドライイーストは 6g だから、これを1袋やな。今日は 6g 入れます。じゃあこれで混ぜます。はい、これである程度まとまるまで混ぜます。よし、じゃあこの生地をここに入れか、ヘラいる？あ、めっちゃいい感じやん。まあ後でまた作ったらいい。かわいい。30度ぐらいで発酵します。じゃあこんな感じです。生地がアレで発酵させます。30分。通行人の人へへんって思わるな。生地が発酵しました。見てください。じゃじゃーん、めっちゃ綺麗に発酵したな、これで、いい感じ。分割していきます。ちなみに具材はベーコンとこのガーリックチーズを入れます。どうかな。さて、一発で 70g を当てられるのか。当てたら、当てたらパピコ買ってあげる。これは言ったぞ。あ、言ってないこれだ。どうだ。おー、惜しい。 80g ぴったしやん。おー、惜しいですが無理ですね。お、パピコゲットや。ベンチタイムさせてあげるか。うん、10分。なんでいいんじゃん、薄くなっちゃう。そっか。で具材を真ん中に置きます。真ん中がこう一番山になるように。そうそうそう。で後ろは全部お尻を閉じて、結構きつく閉じた方がいいと思う。あ、パンの生地すごい扱いやすくない？うん、な、かっこいいっちゃ扱いやすいかもしれへん。いや、これは楽しい。めっちゃ作りやすい。手も汚れへん。じゃじゃん、これもお外で発酵させます。どうやって切るの、これ。これは、そうそうそう、クッペやから真ん中を切っていきます。そうすることでチーズが溢れないはず。絶対これ可愛く焼ける。いけ、いってらっしゃい。いけるかな、ちゃんと。生地を作り直したやつです。めちゃめちゃいい感じ。水を 240cc やったの 200cc にしたらいい感じになりました。お外？はい、じゃあお外で発酵させます。しばしの休憩を。すごいな、アイスで溶けねんて。冷たい牛乳で飲むって書いてある。案件、これ案件。やったらいいのよな、ブレンディから。え、アイスで溶けるの？え、すごい。結構色ついてる？まだっぽいよな。というわけで
今日はシミニスオがいっぱい来てます。お互いの性格を教えてほしいです。お互いの性格、静かこっち騒がしいな。太陽と月っていう言葉じゃない、でもほんまに超絶月やん。静かで落ち着いてて知的でみたいな。こっちはどちらかというと あったかくて明るくてじゃない。うん、どちらかというと冷たいよ。そうなんだ。次、お互いの一番好きなところは何ですか。一番、多分いろんなところが好きだと思うけど、ポジティブ。ああ、まあ確かにネガティブになることは一切ないもんな。いや、そうなんだけどメソメソって今日も怒られたってね。なんやろ、一番好きなところは怒らへんところじゃない。これだ、質問じゃないんですけど、彼氏さんめっちゃイケボです、めっさイケボですって。よかったな、知ってた。トートバッグの再編予定はありません、ごめんなさい、今のところはありません、全部売れてしまいました。次、お二人はどれぐらいの頻度で会ったり連絡を取ったりされますかって。会うのはほぼ毎日じゃない。まあジムがあるからね。そう、ジムに一緒に行っているので会うのは毎日で、連絡は会ったら取らへんな。会話は別にそんなしません。次、好きな人に好きってバレてるかもしれませんと。バレ、好きバレしててもアピール続けてもいいと思いますか。女子高生から来てるよ、可愛いな。これがその子のこと好きかどうか置いといて、この子、俺のこと好きなんかなってこう分かるぐらいやねんけど、アピールされるのは自分がやっぱ好意がない子やったらちょっとおーってなっちゃう。ちょっとめんどくさいな。まあいい、そうやな、自分が興味のある子じゃなかったそれやったらどうしていいか分からへんくなるもんな。押してダメなら引くんだ。なるほど、やって。女子高生さん、名前はなんていうのかな、分からへんけど、押してダメなら引く。でも確かにそうやな。引いてダメやったら諦める。もう身を引く、うん、まあ他にいっぱいかっこいい人いるかもしれへんし。次、あ、これかわいい質問。お二人が一番好きな夏野菜が知りたいです。トモロコシ、トマト、トマト、トマトが好き。この質問かわいいな。あ、お二人の動画待ってましたって。一緒に過ごしてきた中で一番楽しかった思い出は何ですか。せーの、横浜の遊園地。なんでよ、言ってよ。次はあれだろ、あの、あそこジョイポリス。そう、ジョイポリス、お台場のところやろ、それ。それはいつも言ってんな。あ、これは、普段デートはどんなことをしますか。どこに行ったりしますか。ペットショップ、カフェ。そう、この辺にいます。ペットショップか海とかプールに泳ぎに行くか、山登りは嫌って言うから。ラウンドワンとか。ラウンドワン好きやん。ゲーセンも好きやな。でもゲーセンはお金いっぱい使っちゃうから最近行ってません。でもお昼ご飯食べに行ったりすることが多くない。な、そんな感じですね。え、美味しそうやん、でも。うん、かわいい、超ちっちゃいクッペ、美味しそう。はい、一段が焼き上がりました。じゃじゃん、発酵させた生地です。と比べて生地だいぶまとまってんな。うん、うん、うん、生地が綺麗。はい、じゃあこれでパン作ります。どうぞ。これ全体に。そう、一本で足りんかったらもう一本かけてもいいと。ここに線があると考えて半分、半分。そうそうそう、でちょっとビーで伸ばしてまた綺麗に縦に切ってみたいな。
違う。わあすごい。なんかワンピースのキャラクターでいそう。この辺で切ればいいのか。そうだな。すごい。めっちゃ綺麗。そう、ネジネジして、でそれをロール状に。なるほど。めっちゃ綺麗やな。ここでこれに入れたらいいやん。いいやん、いいやん、いいやん。かわいいやん。完璧やん。こんな感じで、できました。発表させまーす。というわけで、今日のパンたちが全部焼き上がりました。こちらがチーズとベーコンのクッペが一番美味しそうに焼けたキャラメルのロールパン、プルプルパンで、最後これ失敗した生地で作ったチョコレートのパンです。またマニして作ってみてね。バイバーイ。